あ、ゲップしちゃった。ゲップしちゃった。はい、どうもこんにちは、ごっぱちです。今日はですね、クリスマス直前ということで、なんと、今日は大量に、もう一本シャンメリーを買ってしまいました。はい、ということでね、一本ずつ飲んでいきたいと思います。ポップコーンですね、食べながら。じゃあ早速ドラえもんのシャンメリーを飲んでみたいと思います。じゃじゃーん、ドラえもんのシールがついてますね。はい、これは溢れそうだこれは溢れそうだな。硬いぞ。回った。いくぞ。オッケー。はい。このままラッパ飲みしたい気持ちではあるんですが、ちょっとグラスに。あー、爽やかなピーチの香りがします。あー、すごい。シャンメリー、シャンメリー、一応薄く。シャンメリーという文字が彫られていて、ドラえもんのロゴがついてますね。じゃあ早速飲んでみたいと思います。あー、美味しい。うん、美味しいこれは癒されますね。サンリオのキャラクターのやつですね。はい。うん。パッケージかわいいし、パッケージかわいいよね。キキララとか、ケロヨンじゃないか。ケロッピですね。ケロヨンはお風呂のやつですよ。はい。はい。ちゃんとキティちゃんもいます。うん。これもさっきのドラえもんと同じメーカーのようなんで、蓋はね、ちゃんと、まあ似たようなデザインのものになっております。これは何味なんだ？マスカット味。マスカット味、ケロケロケロッピのイラストもついている瓶になります。はい。このシャンメリーの動画上げるにあたってYouTube のチェックをしたんですけど、セイキンさんが同じような動画上げてましたね。うん。やっぱこう、ハプニングをね、出したい気持ちはあるんですけど、どうしてもね、うち賃貸なんで、床を汚してしまうと、後々困ることがあるので、そういうことはできません。はい、マスカット味。こんな感じかな？
うん。マスカットの味がしますね。はい。ちょっと、ポップコーンタイム。サンリオだけど、え？リラックマってサンリオでいいんだよね。じゃあ、早速、リラックマ、開けてみたいと思います。これは、無果汁グレープ味。無果汁グレープ味になります。色が、すごい。色がすごいな、これ。なんか瓶はね、似た感じ、シャンメリー。色がやばいな、これ。なんだ、これは。怖い。お！なんか、パッと見ちょっとやばい。パッと見ちょっとやばい気がします。なんか、なんかちょっと薄い。ファンタみたいな。ちょっと薄い。ファンタじゃないな。なんだあれ。チェリオ。チェリオ？はい。今度は、シャンメリ、またグレープ味。ミニオンのシャンメリグレープ味になります。今度はシャンメリ。ミニオンです。パッケージが楽しいよね。なんか似てる。え？ん？ミニオンズの方は、グレープ味。で、こっちの、リラックマの方も、グレープ味。何が違うかっていうと、こっちは無果汁って書いてあったんですが、こっちは無果汁とは書いてません。時計とは逆回しにすると、はい。出ましたね。これもすごい色だな。これもすごい色ですね。色は微妙に違うかな？なんなんだ。味はどれも似てますね。グレープかぶりのグレープ似てます。次はワンピースのシャンメリーです。これはね、今までなかった味、アップル味が登場しました。じゃあ、開けます。お、初めて見た色だな。マスカットの色に似てるけど、マスカットというより黄色いか。
うん、はい、これはなんか期待できそう。あ、なんかリンゴいける感じがする。あー、リンゴいいな。あー、リンゴが今までの中で美味しいな、一番。で、次。あまた、また。スタートインクルプリキュアシャンメリー。ぶどう味です。はい。またぶどうかよ。またぶどうかよ。顔をこう、切ったらなんか怒られそうな気がするんですけど、ごめんなさい。はい。バリバリ。すごい。また来た。また来た、これ。なんだ、この色は。これも。これも。全部グレープ味。いや、ちょっと。いや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 。ちょっと、これは。じゃあ次は何のキャラクターもついてないこちらのシャンメリーを飲みます。これはね、ホワイトマスカット味ということでいきますね。おお、これも線自体が同じだな。はい、お腹がね、今タップタップになっちゃいました。今 1,2,3,4,5,6,7 7本飲みましたが、おすすめ、じゃあおすすめを決めたいと思います。一番美味しかったのはアップル味のシャンメリーかな。うん。で、次に美味しかったのはこのキャラクターものじゃないホワイトマスカットのシャンメリーですね。はい。ああ、きつい。ああ、きついわ。ソフトドリンク、ただ甘いだけ。はい、ちょっと。
ということで、いくつか飲んでみた結果、美味しいドリンクは、え？今これ持ってますが、これじゃなく、ね？どれだっけ？どれ？ん？あれ？まず除外はこれです。グレープ味を歌ったシャンメリー。これは、なしですね。まあ、3本。あ、ゲップしちゃった。ああ、ゲップしちゃった。で、僕のおすすめのシャンメリーが、僕のおすすめのシャンメリーが、どれかわかんなくなっちゃったんですが、ちょっと待って。なんかどれも似通ってきた気がする。僕のおすすめのシャンメリーはキャラクターのついていないホワイトマスカットのシャンメリーでした。まあね、あとまあキャラクターで一番美味しかったのはサンリオのこのケロケロケロッピのシールがついているシャンメリー、こちらが美味しかったです。はい、じゃあね、今日はこの辺で終了したいと思います。もしこの動画が面白ければ、チャンネル登録、あとグッドボタンも忘れないようによろしくお願いします。あとね、下にコメント欄を残しておりますので、ぜひそちらにコメント残していただけると嬉しいです。では、この辺で失礼します。さようなら。